なんという味だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Thank you.
何の関係もない人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、つらい。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。今のあんたを倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと。爆弾の処理。お前が人工派を使って仕掛けたんじゃねえのか。ありゃ人工派が勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカモロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部ことを済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。わかった。今度は一切の邪魔はなしや。
差しの勝負へ。ああ、どうだ、少しは落ち着いたか。交流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だから神室町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それが神室町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。大吾、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ合田隆二はやったのか。いや、アイスとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった。30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。真島の兄さんが。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それなら早よやれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？へい、めんどや。どちらにしようかな。神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。
もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ、もう赤に決まってんや。それ貸せや。嫌な夢ね。よし。それでは出発いたします。さすがだな、真島の兄さん。いや、今日はほんまに勘が冴えとったわ。百発百中やで、な。はい。ありがとう。やめや。備えに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さあ、飯でも食いに行こうか。ええ仕事すると腹がすくの。はい。じゃあ、キリュウちゃん、後のことは任せたで。ほな。そや、キリュウちゃん、リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ、
どうしても郷田隆二との決着をつけに行くのか。夜になったら佐山が戻ってくる。そしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥と街を楽しむさ。いや、うん、ああ、そうだな。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。時間食っちまった。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。行こう。ああ、
お腹空いちゃった。ありがとうございました。ありがとう、おじさん。取らせやがって。キリュウさん、
はい。あんた、一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだ、こんなところに。ええ、ちょっと。ハルガ、少しキリュウに話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、わかった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは佐山と郷田隆二の経歴だ。郷田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか。佐山薫と郷田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは。今帰ったわ。どうしたの、そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。はじめまして。はじめまして。府警四課署に警部補の佐山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。ああ、どうして本庁の四課長がここへ。例の爆弾騒ぎのことで俺に事情を聞きに来たんだ。それで爆弾はどうなったの。全て解除できた。そう、それはよかったわ。倉橋が持っていたディスクはどうなった。府警のシステムでも解析できなかったわ。そうか。合流会の方はどうだったの。どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人。そうだ、奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの。神室町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。神室町ヒルズのことか。おそらく。
あなた、行くの？ああ。あいつとの勝負、避けて通ることはできない。行かせないわ。何？私は府警四課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ。ただ私は警察の人間として言ってるだけよ。そうか。だが俺は行く。勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね。ああ。なら、その前に行ってほしいところがあるの。なんだ？今、うちの課長が警視庁に来てるの。あなたに話があるそうよ。何？別所さんが？ええ、近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする？行ってもらえる？ああ、分かった。何？ええ。何？うん？ああ。ああ。さあ、行くか。ねえ。ん？そうだな。時間食っちまった。行くぞ、キリュウ。この辺だ。着いたぞ。どちらまで行かれますか？それでは、出発いたします。
やったらね。手間取らせやがって。さあ行くか。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。時間食っちまった。
ったかと思ったぜ。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。
時間食っちまった。せやがって行くぞギリュウ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。さあ、行くか。